始まりました。プリトチャンネル。ハロー。佐々木です。アゴメンガ。アタカウ。シチョウちゃん。さあ、やってまいりました。こちら、ビンゴ大会。おえー。これこう回したいな。これガラガラガラ。ガラガラガラいいね。何したい？チャランチャランって鳴らしてみたいです。ああ、当たった人ね。商品を運びます。普通のビンゴじゃないです。普通のビンゴやりましょう。違いますよ。今日やる企画は、はい、買ってきた商品に数字が書いてあってそれをビンゴしよう。おー、今からですね、この好きなやつを1枚ずつ取ってください。じゃあこれ、はい、はい、ここまではまあ普通のビンゴなんですけど、今からコンビニやスーパーとか、うん、そういうところにおのおの行ってもらって、自分のこの数字がありますね。例えばこの50だったら、うん、50っていう数字が書いてある商品を買ってきてほしいわけ。商品名の中に50が書いてあってもいいし、値段でも OK、商品の袋とかそのパッケージに書いてることは条件。3桁中の下2桁が50はダメ。150円の50っていうのはなしなし、うん。他の人が持ってきた、まあ例えば19だったら、自分が19だったら19も開けられるから、それは普通のビンゴと一緒。ビンゴと一緒。食材なので食べてください、その場で。これ順位を決めるので一人だけです。もちろん勝ちは1位が決まった時点で終わり。でビリの人は一番穴が少なかった人、1位にはビンゴといえばって商品がね、いや本当そう待ってますから。たまんねえぜ。ハワイ旅行わかんないでしょ、それは言うな、そんな幻からくり言うな。1位の人がビリの人に連れてってほしいお店リクエストしてご馳走してもらう。わー、いいね、いいね、なんでもいいんでしょ。そう、じゃあそれでは早速買い物に行きます。行ってきます。おいしょ。よっしゃ、買ってきました。じゃじゃーん。これ数字が入ってないといけないですからね。はい、まず青キングから。はい、私が買ってきたのはこちら、ケーキドーナツ。入ってる数字は4。しっかりとした4。じゃあ他の人も4があったら開けて OK。 単独だな。うわ、すんごいお腹が減ったからお腹に溜まるやつ買ってきました。すごいね、ずっしり。食べたいやつ買ってきたってことじゃん。食べたいので、あの勝つ数字入ってるの。あ、それでも負けるよな。食べたいとかじゃもう勝つ気でいかないと。1本で、その気持ち1本でな。数字だけ見て、なんか美味しそう、食べたいんだけど。これみんなで食べるっていうのを目の前に見てお腹減っちゃったから。言わせたんだけど30秒に食べなきゃいけない。待てー、自分にも帰ってくるよ、そのルール。すごい食べ応えじゃん、見てるだけだけど。はい、オッケー。よー、次お団子。はい、僕が買ってきたのはこれです。うわー、食いたいやつ買ってきてる。数字は10貫。あれ、え10ある。10あります。やめとけよ、団子。うわー、最悪、3等分じゃん。ちょっと食べる気満々。うわー、じゃマグロはもらっちゃっても。僕はもう BA ですね、BA。いきますよ。はい、うまそう。うわ、いい匂い。いいですか、これは。うん、そう。サーモン絶対うまい。うまい。うわ、アナゴ。うわー、うまそう。アナゴいただきます。うん、うまい。おいしい。はい、甘いのじゃなくて人まで当たった時最高じゃん。マジで美味そうだ。うめ。うん、あれどこ。はい、俺いきます。頼む。豚しゃぶサラダ。うわー、うまそう。これはですね、はい、7番。あー、あったー。これしかも並びで7。ここめっちゃ関係じゃん。うわー、ほんとだー。セブンイレブンで書いてたんですよ。だからもう7。いやいやいや、こうやっぱこの俺の7はここなのよ。それ見た瞬間に、あ、セブンイレブンだって思って。だからセブン行くって言ってたんだ。ずるい。ずるいよ、別に。山分けだ。山分けるんだ。やったー。うまそう。うまそう。すごいじゃん。いや、これ食べたことあるんですけど、うん、めっちゃうまいっす。うわ、うまそう。いいな、いいな。うまみ。うめ。あ、全部なくなっちゃう。おっとっとっと。いただきます。うん。うん。翔ちゃんにかけるしかねえよ。これはうまい。翔ちゃん今のところ全部人ので。いや、本当よ。俺のだけよ。だってもう3つ目確定なんだよ。ちょっとやばいじゃん。ごちそうさまです。次、翔ちゃん。はい、頼む。じゃ僕が選んだのはこちらです。もずく。数値は 70g×3 の3。うわ、70で来いよ。あと2個でビンゴです。でもね、最初に入ってる人はね、なかなか当たんない。いや、そうなんだ。ビンゴあるある。なるほど、なるほど。3ね、じゃあ俺開きますよ、3。いいよ、山分け。3個あるんでね、私は1個。あれないでしょ。君さんないでしょ。ないけど、食べる意欲はすごい。気になるよ。気になる。じゃあ、もずくいただきます。いただきます。すごいね。おいしい、これ。
うん、ございました。オッケー、お、はい、また買い出しに行きます。二巡目買ってきました。はい、はい、ここスタートでいいじゃん。あ、こういう風に。あ、なるほど、忘れてしまった。次、僕ということで、僕が選んだのはお寺でつー。何それ。微熱とろーめー。え、3分半温めるの3。さっきやったやつ。マカチンでしかない。なしです。じゃあ同じの買ってきたってことだ、3、はい、こうやって多分もしかしたら見てたのかもしれない。買う時になんかグッて手でやって3がまだある状態だと思って見てたのかも。ほんとバカな話ある。でもこれはもう食べれませんよね。ミス、とんでもないミス。え、ミス捨てたよ俺。ちゃんと開けて折っとかないと分かんないですよ、ね、初めてやる人。小田部さん、ビンゴやったことある？あるのよ、何十回も。うわー、じゃあ俺いきます。マジで。これはこちら、トマトクリームパスタ。うわー、美味しそう。セブンイレブンってことは、え、なんだ、え、ダメじゃん。あ、ね、俺がやってんだよ。1個前なわけないでしょ。消費期限の19年9月30の30。あ、え、うわ、ある、またある。見たよ、やばい、うわ、ありました。また分けるの、この人と。そうだよ、また山分け。人の力で生きてってる。今の人生と一緒だよ。いや、待ってください、頑張ってますよ、自分でも。いただきます。うわー、あー、うまそう。めっちゃうまい。で、しょうちゃん、半分こだから。いいんですか。やだよ、やだよ。いただきます。あ、うまそう。うーん、うーん、おー、いただきます。うわー、グリグリ、いい香り、おいしい。うわー、あー、ちょっと待って待って、本当にこの人くれるのかなと思った。くれるわけだよ。いや、もうそれはもう勝負ですから。サスケもじゃあこれもう3つぐらい出るでしょ。そう、斜め。おお、いいっすね。練習じゃん、練習。僕今1、2、3、4、5個空いてます。むっちゃ空いてるやん。むっちゃ空いてます。次、自分でしょ。自分です。やばい、はい、リーチになる。はい、じゃあ翔ちゃん。はい、頼む。買ってきたのはこちらです。ホタテの塩焼き。8時30分の8ありました。よかったよ、母ちゃん。僕はもう今リーチになりました。ずっと食べてない、君。確かに、ずっと食べてます。最初の俺の以外食ってるもんね、全部。うわー、うわー、うわー、ひもついてる。すごいリアル。すごが、うん、めちゃめちゃうまい。うん、うまっ。よいしょ。おー、やばい、翔ちゃん笑っちゃう。ちょっとね、このままじゃ。で、買ってきたのはこちら。フルーツセラピー、柚子、レモン、果肉入り。これゼリーです。ビタミン C 68mg、あれ、あれ、あった、あった、あった、あるか、あるか、あるか。肌めさえちっちゃいやつ。イエーイ。これ3人で分けんの。これ、ナタデココ入ってるんですよ、しかも。え、食べたことあるの。これめっちゃ好きなんですよ、僕。食ってんな。なんでもかんでも食べてる。これ3等分でしょ。だってうまくやったよ。あ、すっごいプルプル。うわ、果肉もすごい。あ、この肌になりたい、肌になりたい、肌になりたい。あ、柚子のいい味。すごい。うん、あ、かけ込み。ちょっと待ってください。見てた、俺とちゃんこの。もう半分なくなったよ。しかも俺がここだよ。一口やってるでしょ。一口じゃないよ。かっこりゃー。終わりました。終わりました。やばいんだけど。やばいよ、翔ちゃん。これだって残り1個自分の買ってこれるわけでしょ。じゃあ3巡目買い出していきましょう。はいはい、買ってきましたー。次俺だね。俺も3つ空いてるからリーチになるわけね。そうでございます。俺可能性あるから、俺開けて翔ちゃん買ってきたやつが奇跡的にもう1個、まあまあまあ、確かにあるから。俺が買ってきたのはこちら、羊羹。羊羹のこちら 58g。 58g、 イエーイ。あ、あった、あった。え、はい、また気づくの。僕のせいじゃないですから。ちょっと待って、作ってない。じゃあ食べます。羊羹3人で分ける。聞いたことね。なんかでも3分の1ね、こうニョロン表出して。あ、いいっす。合ってますか、3分の1。おー、じゃあ3分の1ね。うわー、やってるわ。サスケと同じ量取ったらこんな取ったの。え、でもちょうど一口で食べやすくしてくれてありがとうございます。いただきます。なんだ、はい、おいしい。やばい、翔ちゃん来るよ。翔ちゃんまだよ。僕が買ってきたのはアイガモパストラミ。ここの 12.0g っていうのが書いてあるんですけど、これですね。うわ、はい、ない。12はない。あ、12あった。すいません、クリアです。うわ、ありがとうございます。本当に 12.0 書いてある。書いてありますよ。タンパク質だ、それ。全然ずるくはないですよ。僕も何があるか分かんないですから。圧倒的。しかも食べれるんだ。アイガモめちゃめちゃうまそうですよ。いい、食べよう一緒にね。あんだけズルとか言ってたくせに、こういう時だよ。話して話して話してって何。話が悪いからやめて。
何それ。じゃあ僕も合わせてください。なんでだよ。あーん、うまい、うまっ。何やってうまそう。マジうま、マジうまいよ。見て、これしかいないよ。アシストが少なかったんだ、この人。いや、そうそう、誰も俺のしてくれなかった。だから、いいんだよ。数字を言ったのが、1巡目4個、8個、9、10。10個中何個入ってんの？7。3しか外してないの？ほぼ。しょうちゃんは、約束通り、ビリの人から、とっても美味しいご飯を試食してもらえる権利をございます。え、いいんですか？アゴさんの目玉ビリ。え、マジっすか？はい。入った数。リクエストは OK。うわ、どうしよっかな。吉田でいいよな。焼肉とか行きたいですよね。どこの？とりあえず、徐々にしてみてください。おすぐ調べとくね、ずるい。最悪だ。50円だって。調べときます。行ったことないもんね。俺も行ったことないよ。いや、あなたはでも行けますから、これで。そう、いいなぁ。ちょっと、払うじゃん。それでは、この動画はもちろん、お互いチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、